解体してあるやん、ゆうたろ。はい。あらすごい。だってさ、はい、今から A 詰めたらこうよって話だもんね。ですですです。じゃあ A ちゃんまず、じゃあ行きます、はい、よし、これで刺される心配はない。解体してあるやん、ゆうたろ。はい、すごいやん。これがヒレね。はい、これが A ヒレになると、はい、すごいよ。なんか初解体すごいね、ゆうたろう。すごいよ、この中が。なんか繊維がなんかすごいで、こっち本体すごいね。うわすごい。意外と簡単に。あ、ほんとスパスが切れた、はい、すごか。だいたい軟骨の子だったですね。嘘。はぁ、すごいよ。もう見放題ば言ったら言って、はい、これが毒針と刺さったら抜けなくて、こいつがもうブリンブリン言って暴れるから、もうえらいことになるってやつですね。はい、だからこう長靴とかでも、もうこれはもう近づいていかん。なるほど。はい、分かった。内臓をやっぱ出さないといけないんだ。はいはいはい、エラーのとこ。はい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 、エラーのところ取って、うん、ザクルっていって、うん、うわ、ほんとだ、エラだ、エラだね。エラですね。すげえ。ちょっとあれ厄介の怪獣よ。怪獣です、怪獣。すごいね。一回ゴンちゃんがキャノンかと食ったよですね、うん、なんか注射ショットですね。どうしたっけ、今ありゃやばいよ。どれやろ、なんかあります。特徴がいまいちわからん。なんか微妙な違う。うわうわ、すごいサイズ。肝でかすぎん。うわなんかすごい。うわなんそれ、何これ。このサイズの肝はなかなかですよ。なかなかやな、ね、うわーすごくね。なにこれ、やば。これなに、すげー。これ心臓。それなに、心臓にしてはでかない。でかいっすよね。これか心臓。あ、それっぽい、それっぽい、それ心臓っぽいね、それ ね、 ね、あ、それ多分心臓よ、はい。すごいすごい。そういう胃袋、胃袋っぽかじゃない。卵も、あ、卵やね。卵もありますね。濃い卵、そういうの、そういうの、そういうの、濃い、濃い。産む時も絵になっとったよね。まあ、確か胎生みたいなね、卵生じゃなくて。ああ。でも今の時点でアンモニア臭ってずっとこれ千千千。いや、今全くいいですよ。千肝は多分速攻出したけど、こっちなのか。すごい、ありがとう、やったろ。いやいや、釣りましょう。はい、釣りましょう、はい。釣れなかったっていう始末ですけど、はい、そのさばいたやつを一旦漬け込むんですね。はい、じゃあ先生お願いします。はい、レッツベラダお願いします。なんか、はい、あいっすね、うん、小池さんに見られるとなんか、うん、緊張する。せやろ、緊張せろ、緊張せろ。あ、臭くない、臭くないですね。臭くない、すごいですね。すぐやっぱり調理したけんじゃないと、うん、まずぬめりを取って伸ばしていきます。塩もみ、へぇ、はい、塩もみするわけ。それにぬめりを取ったいっぱいかけちゃうよ。はい、かけましょう。すごいすごい。ああ、でもぬめり取れおるやん。うん、ね。ねえ。すごか。うん、すごいすごい。ゴリゴリしおる。もっと塩。はい。塩ちょうだいってわけじゃないよ。ちょうだい。ちょうだいやつじゃない。ここどこ？もっと、もっとちょうだい。まった。まった。まった。まっ。すごかな、こことか。ちょっとアップして、ここ、ストップストップ。すごいやん。ほら、ほら。なんかほら。ムース。あ、確かに。皮しかなんかでこすってみる。ああ。こっち系じゃなんか、なんか属性的に。あ、確かに。で、なんか取れようね。なんか白いね、取らん、はい。でもぬめりのとこいろいろ分かりやすかくらいね。分かりやすかったね。なんか色が剥げよう。きれいに取れようんかい。裏が取れにくかったね。なんでやろうね。で、次が3枚におろす。おろすの、これを。これもうすぐ作って終わって、これすぐ捨てる。僕もすぐ終わるんだと思ってましたよ。なんだったらそのままドボンかぐらいの勢いで。できるか、3枚おろし、それ。どこだろうね。お前おろしの感じしてみてくれ。この辺映してくれ、この辺。この辺。ほう。うお動くの分かります？ああ、ほんとだ。
見しよう。ほら。わっ、神経のソケット音とない。そういえば上手にピリピリピリって動きやしよう。わ、ほんとほんと。うわ、すげえ。すごっ。どこまでが身なのこれ。すごいね。超簡単や。すごっ。なんかちょっと怖いよ、ほら。うわわわわ。うわうわ、これ質感すごかねえだろうね。はい、あ、あ、上手。いや、分からんけど、こんなんでこっちゃかな。よかったろ、これ。あ、すごい、やっぱ上手。なるほどね、もう切る感じだね。がいいよね。がいいっす。これ身はどうなの？その魚みたいな感じなの？いや、なんやろ、筋肉質っぽい感じですね。筋肉質っぽい、キャノンみたいなこと？あ、ですです。キャノンさばいてるみたいな。あ、なるほどね。一回キャノンさばいたことあります。すごいな。よいしょ。はい。いやー、すごいすごい。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。綺麗に身取れてるやん。うわー、すごい。ちょっと待って。ここだけ見たらやばいっすね。なんかすごいよ、これ。あ、もう覚えたね、これでね。身を見ただけでこれ、おいって分かるわけ。こんだけやった。で、ここ、ぶつ切りして、はい、もう一つ手台ぐらいで。鯉がエイヒレ。すごかね。意外と肉厚ね。ですね。うん、場所によっては。なるほどね。はい、こんな感じで、今これ、塩水に浸かっております。ギリギリしながら。これでも、カピカピになったらどんぐらいの量になるんだろうね。どこまで散りかす。意外と少ないかもしれないですよね。結構水気多そうですもんね、なんか。たくみに醤油全部1:1。はい、1:1でお願いします。はい、どうぞ。なんか久しぶりなんか見るな、この光景。みりん。はい、みりん。いるぜ。すごいや、もう。ラーメン屋の仕込みやな。はい、それね。はい、豪快に。それはもう気をつけて、それ気をつけて。醤油は危ないよ。さあ、おおよそ1:1:1。いいと思います。醤油が 1:2 ぐらい。ミニが 0.8 ぐらい。美味しそうやん。全然油なかったよね、ほら。全然抜かんもん。ピロピロしてる。ピロピロ。え、でもさ、このあのピロピロがあの繊維になるって考えたら、ほんと少ないんじゃないこれ。なんか、うどんのことした。ほんとね。なんか、この辺うどんっぽく見えますね。え、ゆうとろこ、味見してみんけん。刺します？あ、これね。意外と美味しかかも。なんか、美味しそうにしとるよね。油全くないから、多分。ないよ。あ、美味しい。美味しい。うん。美味しい。もし美味しい。噛み切れんけど美味しい。おー、そのレベル。うん、コリコリってこと？めっちゃコリコリです。めっちゃコリコリ。味ね、なんかうっすらある感じ。甘みとか味気はなかとは思う。味気そうなかす。多分濃いで下味つけるとでしょうね、しっかり。なるほどね。じゃあこれで、あとはその半日から1日漬け込んで、はい、その後じゃあもう干す。干す感じですね。ああ、なるほどね。はい。ということで、明日干す作業にですね。はい。なるほどね。なります。作業。うん。ジャンプする、ジャンプする、明日まで。せーの。絶対明日忘れとるけ。ひげちゃんの漬け込んだやつ。すごい。美味しそう。染み込んでる。ここに来た理由はですね。はい。乾燥機があるんですよ。はい、こんにちは。おう、こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。うん、アドバイ乾燥機、着物にする機械になったろ。うん、あれある？あるある。ある？あれ使っておこう。うん、えいば昨日さ、ゆうたろう使ったのさ言うまでもなかった。回るか、そうかと思う。はい、こんにちは。元気で。元気ですね。続きも一本釣ってきた。おお、マジか。54、55。おお、すごい。エイの羽は。コストだ。コストさん。え、そこ、そこ、どこですか。マタガイも死じゃん。マタガイで。マタガイで。今通してすぐだけやもん。これを取りに来ただけの動画だ。もうここで乾かしてくるけありがたかけど。やぶれっすか。はい。なるほどね。これドライフルーツメーカー。はい。をここにして。はい。これでもうここで干す。はい、これすごいよ、ハイテクメーカー。はい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 、ね、これ超えすぎ、すぐ乾く。多分一日ですぐカラッカラ。最高じゃん。一回やりすぎたもんね。マジっすか。一夜干しやからの時にはもう3日分ぐらい絞んどいた。あー、筋にたカラッカラになっすね。最高や。
カラッカラいいやんカラッカラカラッカラ言おうと思ったらやめて今からこいつをはいはい葉っぱと葉っぱとねすっごいしみしみっすねマジでいやすごいわこれなんかホルモンみたいな1日ぐらい漬けとったよねこれねそうですねもうそんくらいです ね、うん、ねそうね、はい、うわーエイヒレすごいエイヒレになるんやいいっすね楽しみやね楽しみね、はい、楽しみゆうたろうのあの冒険から始まりほんとよゆうたろうのおかげでエイヒレにありつけとこだもんばいほんとばありがとうこいでこいでおいしかりんたいですねべらいよかばってんおいしかと思うなんかこう料理人の道、はい、この料理道もね中に1本ぐらいで頑張ってあげていこうっていうところでショットですけど、はい、コメントにも書かれてましたよ雑に扱うなと確かにその通りです謙虚に捉えさせていただきます、はい、でねチャンネル違うだけどちょっと告知を僕のチャンネルの告知をしていいですかコロナでまたこうもできないんだけど実際のお店にさ行ってさばき方とか盛り付け方とかも習いたいなそれをしていこうと思ってるのなるほどだからケーキ屋さんにももうアポ入れてるのあでもそうなんですかコロナでできなくなって終わったっすよでも小江さんのスイーツとか食ってみたかっすねそうやろ、はい、俺のスイーツ多分もうぐっちゃぐちゃばよもうなんか生クリームとあんこで終わりそうもう最強もうなんならもうあのパイとかいらんでもちゃんとねその、はい、そういったものば習って作っていこうって思ってるのなるほどそうこうしているうちに2段目ももう満帆になりますね、はい、OK ねもう終わったんすかうん、全部よなるほど、3段、4段か3段分しかなかったとか意外となんか、うん、いっぱいありそうでなさそうであるのかな、うん、これだと乾燥したら、はい、1日干しば十分明日こいつば焼いて食おうか、はい、いいですね炙って食ってみようよいいですね、はい、いいですねということで明日はい、はい、あジャンプはいせーのはい山にやってまいりました私は気になっているものがあるんですエイヒレですあっいいそうやそうやったできたできたほらおおすげえわあ、うわなんかあ、これこれっぽい、これっぽい、ぽい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 。え、こんなん言うんだっけ？なんかやたら固有かね。あすね。うん。え、固有。美味しそうにしてるやん。美味しそうやん。ああ。どうどう。醤油の匂いのすごいね。うん。ミニと醤油。え、これちょ待ってこれちょそうだよ。エイヒレ食わんばったんやけど。いいです。忘れて忘れて普通に山に来たよね。じゃこのエイヒレを、はい、じゃあ食べようか。はい。炙って食べましょう。はい。レッツベラマーマー食べるところでエイヒレっぽいのを食べましたいや、エイヒレですよ、ちゃんとほら、すごい、カラカランディよりもすげえ。ほら、音のビーフジャーキーみたいな広く切って終わったかもしれないねうーんあまり縮んだよ、めちゃくちゃ縮んだそうね、確かにね突き詰めるギリギリぐらいで剃ったけどね、うん、3分の1ぐらいの剃ったやんかスバーナ一本すぐ火つくわ早かったね、やっぱ乾燥しとんねうん気をつけないかんですね、火の扱いにねはい、炙って火強すぎっかなおかんと、はい、いろんなところから火がいろんなところからゆたろの、焼き肉かごとしてやろうかなほんとしなっちゃうまいよねおー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 まがいまがいまがいへーすごい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 熱い1個オープンだけで一気になんかそこに火力の泡がなんかこの辺もう良さそうですけどねなんかね、はい行ってみ行きます、うん、あ、もう行ってみるかはい行ってみるかあ、結構柔らかか柔らかほらへぇ、あ、ほんとねあ、これめっちゃ床においすげえいい匂いしてるよ、ほんとだめっちゃ床においガーバ床におい、今これこれ、エイヒレちょっと焦げとくけど、うん、めっちゃ床においいただいてみますはい、はい、こんな感じほらおー、すごい匂い深いわ、うん、いただきますいただきますおうんうん焼きすぎたかな醤油の味の濃いかね、うんうん、醤油すぎたかな、うん、醤油入れすぎ相当味濃いです、うん、でも酒のつまみにはちょうどよかった臭さは何も長いけど、うん、固くて噛み切れんとかいうことはなくあ、なんか分かったことは、うん、これ醤油少しで味濃い、うん、味濃か唯一今回の失敗はあの分量が分からなくて醤油がちょっと強すぎた、うんすごく強すぎた、はい、吸い込みすぎてちょっと塩辛かったそうですねもうちょっと大きめに切っといてよかったですねよかね、うん、もっとしておかね、うん、次は成功しますようにもう新たな発見と新たなチャレンジ楽しみながらチャレンジをするというところで皆さんぜひ高評価をお願いします、チャンネル登録もよろしくお願いしますお願いしますあそういったあとねエイヒレこうが良かったらこうした方がいいよって経験者いらっしゃったなら
コメントもください。我々はそれでまた勉強させていただきたいと思いますので、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ行こう。なんか来た。ご視聴ありがとうございます。次の動画はこちらから。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。